走れーなチャンネル、シュッシュ。待って、ちょっと待ってくださいよ。暑いの分かってたけどさ、いくらなんでもちょっと暑すぎじゃない？外気温計見たけど37度でした。きつー。あ、信号待ちでシールド開けてちょっと涼もうかと思ったけど無理だ、すぐ青になっちゃった。暑すぎます。でももうそろそろね着くから、もうちょっとで冷たい冷たいアイスにたどり着ける。このさっきサービスエリアというかもうパーキングエリアですねで住んでたんだけど、もうほんと多分節電してんのか全然もう涼しくなさすぎて、もちろんクーラーは効いてるんだよ。でクーラーは効いてるんだけど入った瞬間の天国だみたいなのが全然なくて、普通に暑っみたいな、あれぬるみたいなって感じだったから、ちょっとね今かなりきついです。暑っ、ふぅ。その場所がめちゃくちゃ冷房ガンガンだと嬉しいなって今思ってます。お願いだから冷房ガンガンであれ。よし、あと15分、頑張るぞ。この辺り時川町辺りは自然豊かでとっても素敵、気持ちいいところだな。天然水のかき氷とか書いてあった今看板に、看板っていうか旗に。うわー、かき氷もありだな。おお、なんだろうここは。おお、どこだどこだ。もうそろそろ着く気がするんだけど、もうちょっとかな。で、これを右に回ります。うん、なんかすごい風情ある感じ、昔ながらの街っていう感じじゃない？気持ちいい道とか多そうだな。あ、ここじゃない？ここだ。着きました。さあ、緑と清流、時川村、豆腐工房渡辺さんにやってきました。お店に入っていきましょう。朝の絞りたて豆乳があったり、ソフトクリーム、この豆乳ソフトクリームを求めてました。おからドーナツも美味しそう、ね、あずきサンデー。わー、豆乳も飲みたいな。次はわさびところてあんみつ、あんみつもあり、うん、悩む。溶けて始めてるけど豆乳ソフトと冷たい豆乳です。もう溶けてきてるんで豆乳ソフトからいただきます。どか、うん、うん、あ、おいしい。あ、豆の大豆の味めっちゃする。うん、なんか甘め豆乳を飲んでるかのよう。
カメラの存在忘れてアイス食べてました。あ、豆腐食べてる。これはアイスが甘かったからすごい、なんか苦く感じる。下里ボール豆腐。ありがとうございます。姫猿豆腐。下里きぬ。水豆腐。臭くないニンニク。なっちゃん見る。ライブに向かってきたので帰ります。最後までありがとうございました。チャンネル登録お願いします。最後まで見てくれてとっても嬉しいです。読んだコメントにはいいねしてます。また次の動画で会いましょう。シュッシュッ。